さあ、やってまいりました。本日も動画のお時間でございます。どうもこんばんは、みなりゅうです。いやー、飽きましたね、間が あれですね、実家に帰ったりなんだりをしておりまして、なかなかね、撮影がちょっとできなかった。撮ろうと思えば撮れたんですけどね。落ち着いて動画を撮るのは、福岡に帰ってきてからにしようと思っておりましたので、早速ですね、読了した本ですね、小説の紹介をしていきたいと思います。では、今回ご紹介いたします小説はこちらでございます。ででんぼん。村上春樹さん、東京北谷秀でございます。さあ、来ましたよ、村上春樹さん。この動画を、ご覧になってる方の中には、ハルキストの方も、いらっしゃるとは思いますけれども、俺、実を言うと春樹さんの短編集っていうのは初めてなんですよね。今まで基本的に長編しか読んでこなかったんで。でもよく聞いてたのは、春樹さんは短編がいいみたいな、長編もいいけど短編の方がいいっていう方が結構多かったような印象が、あったんで、すごい楽しみにしてたんですよね。で、これ、今年の新潮の夏の100冊で、このプレミアムカバー、赤一色で、青い字で「東京北谷秀」っていうふうに書かれておりますが、買うなら今だろうということで買っておりました。こちらの「東京北谷秀」は全部で5つの短編が収録されております。ざっと5つが、どういうお話だったかっつうのをですね、ご紹介したいと思います。まず最初の「偶然の旅人」ですね。これはその春樹さんの、お知り合いの、調律師の方のお話ですね。調律師のピアノのですね、ピアノの調律師の方で、この方が同性愛者の方っていうので、その方が、こういう不思議なことがありましたよっていうのを、春樹さんにお話をして、で、それを、春樹さんが固有名詞とかを、いろいろ変えてはいるんですけども、話の大筋は事実だよみたいなっていうお話が1個目で、で、2つ目、ハナレイ・ベイっていうね、これが、ですね、自分の息子さんがですね、ハワイでサーフィンをしに行ってたと。で、そのサーフィンをしてた時に、サメに襲われちゃって、で、右足を食べられちゃったと。でも、そのショックでもう溺れて、もう亡くなっちゃったっていうね。でも、その息子さんの、その遺体というか、を、引き取りにというか、日本には結局持って帰れなかったんですよね。ちょっと、かわいそうなお母さんのお話ですね。それが離れいべいですね。で、3つ目、どこであれそれが見つかりそうな場所で。俺はこの作品が一番、もうハルキさんっぽいな って思ったんですけど、これ、そのお話の主人公が、その行方不明になった人をボランティアで探してるっていう、報酬を全く受け取らずにそういう人を探すっていう、副業としてねっていう人がいて、で、その人のところに、10日前に主人が消えちゃいましたっていう奥さんが来るんですよね。で、その旦那さんは、そのマンションの旦那さん家が、26階にあって、で、その2個下というか2階下、24階に、その旦那さんのお母さんが一人暮らししてたんですよね。で、そのお母さんが、ちょっと体調が優れないから、ちょいと来てって言って連絡をして、で、旦那さんが、分かった、じゃあ今から行くねって言ってて、じゃ帰ってきたらご飯食べようねっつって、ガチャって家出て、タタタタタってお母さんのところまで行って、で、それを、旦那さんがもう用事が終わって、で、また連絡を入れたんですよね、奥さんに。もうお袋大丈夫だから今から戻るでみたいな。
早く朝ごはん食べたいわーっつって言って、うん、早く戻ってきなさいねみたいな感じで言ってたらそっから消えたっていうすごいっすよ、ね、っていう、まあ、お話ですね。でその次、日々移動する腎臓、これ腎臓でよかったっけな、腎臓の形をした石っていう話ですね。これは主人公の純平さん、が、まあ、ある女性と出会って、で、まあ、その純平さんは作家さんなんですよね、小説を書く人で、でその女性と出会ったことでこう、まあ、スランプから、まあ、抜け出すというか、なかなか書けなかったんですけど、その女性とこう出会って、で、まあ、スランプから抜け出すというよりは、まあ、こう温めてたアイディアをこう、こういう話を実は今考えてんだよって言ったら、こう女性の方が「面白い」っつってなって面白いってそんな軽いノリではないですけどってなって、まあ、あの頑張って書いていったんですけど、まあ、そっからね、あのちょっと一悶着があるっていうような感じのお話、はい。で最後品川猿、これもまあ春樹さんっぽい気がしましたね。うん、これがですね、安藤瑞希さんっていう、まあ、女性の方がある時からなんか自分の名前が言えなくなっちゃうっていうか忘れちゃうっていうね、なんか謎の症状にこう悩まされるわけですよ。でまあその旦那さんはそれがなんかこう精神的な負担から来るもんじゃないかっていうことで、でまあ水木さん本人も「そうなんかな、なんか怖いな、変な病気だったら嫌だな」っつって思ってて、その時にまあその水木さんが住んでる町 市の、市役所でなんかそのカウンセリング心の相談室みたいなやつをやるっていうんで、まあ普段だったら結構お金を払わないとこうお話を聞いてもらえないようなそのカウンセラーの人に、まあ、割とこう安いお値段でこうそういう心の悩みとかをこう聞いてもらえるみたいな、そういう、まあ、企画が持ち上がってて、で、まあ、それに行くんですよ水木さんは。で、まあ、そこでこうそのカウンセラーの人と、徹子さんっていうんですけど、まあ、その人とまあこうお話をしてて、で頑張って直して行こうとするお話ですね、はい。そうですね、まあ、俺は本当にどこであれそれが見つかりそうな場所でが一番好きだったかな、うん、本当にこうもう春樹さんのその小説ってすごいこうハマる人はめちゃんこハマるし、あちょっとダメかなっていう人は、うん、とことんダメになっちゃうっていうイメージはあるんですけれども、もう俺はやっぱり好きですね、この春樹さんのこのテイストというか空気というか、うん、まあ最初はね、俺春樹さんを初めて読んだのは確か高校の時にだったと思うんですよね。ノルウェーの森を読んでもう意味がわかんねえと思ってなんだこれと思って、なんでこんな意味わかんねえ小説がベスト、なんかなんだろうな、こうめちゃんこ売れた、当時めちゃめちゃ売れたみたいなこう文庫の帯には書いてあって、これがなんで売れたのかわけがわかんないってずっと思ってたんですよ。でもそこから全然春樹さんの作品はもう触れなかったんですよね。でもそこからまあ時間が流れて、で海辺のカフカっていう上下巻の作品があるんですけど、それを確かあれはもう書店で働いてたかな、働いてた時に、まあ、文庫のコーナーに平積みをしてあるのを見て、でなんか帯にね、その村上初心者はここから入るべしみたいな、なんかそんなニュアンスの推薦文が書かれてて、あなるほど、じゃあノルウェーの森は初心者向けじゃなかったんだなと思って、でこれならいけるのかもしれないと思って、そんで海辺のカフカを買って読んでたら、まあカフカさんはすごい面白かったんですよ。でそこからこう、あ春樹さん面白いっていう風にこう自分の中のイメージが変わって、でそれと時を
同じくしてぐらいの時にあの1984の文庫化が始まったのかな、もう全部出てたのかな、確かもう出てたか確か、うん、まあ、出てて、で、あの地元のですね、まあ、あの知り合いのおばさんがいるんですけれども、そのおばさんが、まあ、1984はすごい面白いよっていうふうにあの聞いてたので、まあ、ちょうどその春樹さんに対するイメージも自分の中で変わってきてた時期だったので、よっしゃと思って全部で6冊あったけど、読み出したらまあこれがまあカフカさんを上回るぐらい面白くて、もうあの全6冊というボリュームが気にならないぐらい、本当に新色忘れてもう読みふけるぐらい、うわ面白いってこうなって、うん、大好きな作家さんの一人になりましたね、はい、と言いつつも、騎士団長殺しはあの単行本が出てすぐに買ってるんですけど、未だに上下巻を読んでないっていう、この本当に好きなのかよと言われてしまいそうな感じですが、まあでも本当にそういうまあいきさつがあったりはしたんでね、うん、まああの全部というか春樹さんもすごく作品数の多い作家さんなので、まだまだもう全然その半分も読めてないですし、これからもどん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 読んでいくことにはなるんだろうとは思うんですけど、まあ短編に触れるのは初めてだったということで、はい、すごく良かったです、はい、なんかおすすめの、まあ、短編集なり、まあ、全然長編でもいいんですけどね、まあ、俺どっちかというと長編の方が好きですね、その春樹さんに限らずですけど、なんでなんかおすすめの作品がございましたらですね、教えていただければと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。本日はこちらの東京奇譚集、村上春樹さんですね、ご紹介いたしました。なんかこう久しぶりにこの動画を撮影してるんで、 なんかこう違和感とまでは言わないですけどね、 なんか変な感じがしますね。髪も切って、ね、あんだけクリクリになってた髪がストレートピンピンになってるので、はい、だからどうっていうことはないんだけども、うん、まあ、また今月はねもうあと5冊ぐらい読み終わった小説で紹介しなきゃいけないのが溜まってるんで、頑張ってあげていきたいと思います。これもう10月の月間 MVP 決めるの大変っすね。まあまあまあ選びがいはありそうなので頑張ってそちらも選んでいきたいと思っております。ではまた次回ということで、あ、このタイミングでまた次回って言っちゃった、まあいいや、ではまた次回。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そして素敵なイラストを描いていただいた矢倉ゆずるさんの情報もこちらに明記しておりますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。